どうも皆さん、こんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。今回ゲスト登場です。はい、奥さん、ハニーの登場です。小杉さんどうも、今日は小杉さんからですね、どえらい質問をいただいておりまして、何でしょうか。普通に歌うと思うんですけど、その時に、なんていうのかな、最初の曲コードから、ちょっと気持ち全員揃ってない雰囲気を持ってて、歌おうとすると、もう起き出しキーが違う。一言で言うと、歌おうと思って弾いて歌うんだけど、音程が合ってない。つまり、すっとんきょうなとこから最初の音が始まっちゃうってことで、要は最初の音が取れないってことですよね。音痴ではないんですけど、なんか弾いてみたら、あれ私違くないと途中で気づくってわけだよね。で、よくね、ハニーがこう弾いてるとですね、あれちょっとそれ違うよっていう、例えばこんな感じです。踊るポンポクリで言うと、例えば普通だったらね、なんでもかんでもみんなってなるのに、彼女が不意に弾くと、なんでもかんでもみんなと、こう、ちょっとなんかね、こう、でもその、メロディー自体は合ってるんですけど、このコードとこのメロディーラインのこのが合ってないっていうかね。で、あれとか言ってそういうことが多いです。で、よくよく聞いたらですね、そういう方めちゃくちゃ多いということで、で、どうしようかってこう、今日はそのね、最初の音が取れない人への動画を撮っていきたいと思います。で、一応、この動画初めて見た方、私はね、このちっちゃいウクレレで音楽が簡単にできるように YouTube 撮ってる。ウクレレ YouTuber ですよ。はい。ウクレレのことちょっと気になるなと思った方、ここにリンク貼っておきますので、ここでウクレレの練習を始めてください。すぐ弾きますからね。はい。そんなことを差し込みつつ、じゃあ早速行こうと思うんですけど、今ちょっと試しにね、この、私がこう出している簡単ウクレレのソングブック。この中の曲をちょっとなんかやってみたら、この曲がありますね、これ。違った。こっちだ。海の声ね。これ映るかな。はい、この曲をちょっと彼女が今弾いたらね、面白かったんでちょっとやってみましょうか。はい、じゃあお願いします。はい。やばいですね。もうちょっと、まあいいですよ。これはですね、なんでこうなっちゃうかっていろいろ考えたんですけど、例えば、私は何をしてるかっていうと、最初にね、最初 C から始まります。まあ、ここコードの時、C と G7、AFC なんですけど、そうするとね、私はですね、これを聞いただけで、空の声がって、わかるんですよ。でも、どうもその1音聞いただけでは、彼女はそれわからないということが、だんだん研究の結果分かってくるようになりました。で、ちょっといろいろ試してみたんですよ。そしたらね、一個すごい効果的な方法がありました。それはですね、ここに楽譜があるじゃないですか。で、ここの今 C の最初のコードだけを弾いてキーを確認して歌い出すんですよね。そうすると今みたいにちょっとずれちゃう。で、じゃあどうしようかということなんですけど、ちょっとね、昨日、こっから、ここまでの1行を最初に歌わずに弾いてみようっていう方を実験をしてみたんです。で、ちょっとやってみてもらっていいですか。はい、じゃあ歌わなくていいからね。はい、どうぞ。はい、なん、どうぞ。カウントしてくださいね。ワン、ツー、スリー、フォー。そう、このコードを聞くんですよ。弾いて歌えそうだったらどう？ワン、ツー、はい。もう来た来た。女子にはちょっとキーが低いね。上だと高い。皆さん、これはですね、こういうタイプの方は音痴ではないんですよ。だから最初の音が取れないだけなんですよね。で、これでね、みんなにね、わーって、例えばみんなでやってる時にこういうことが起こっちゃって、うわ、音痴だとか言われると、それで、うわ、私って音痴なんだっていうふうに、そういう人がいるんですけど、違うんですよ。最初の音がただ取れてないだけなんですよ。だから、
私ぐらいの達人とかちょっと慣れてくる方はこの一番最初のコードを弾いてその歌のメロディーを想像すると大体こうたどり着けるんですけど、なんていうのかその感覚がまだねこう育ってない方は長く弾いてみるんです。歌わずにここで分かんなかったらここまで弾いて頭の中で何となく探るんですよね。そのぐらい、余裕を持ってこう最初の音を探すっていう感じでいいと思いますよ。でね、もうプロではないわけです。皆さんね、ステージに立ってこうパッとやれってわけじゃないですから。こう最初に十分こう弾いて、あ、このメロディーねって分かったところでこう、って最初に歌のね、コードと自分の声を確認してからやる。これがポイントでございます。だから音痴というのとちょっと違って、そのメロディを探し出す能力がまだ分かんないということでございます。なんで、今これいい題材で、昨日はね、あれやったんだよね。I can't stop the loneliness 答えきれずってやったら、その最初の音が取れなかったんですけど、やっぱり一列、コードだけ弾いてみたら、あーって、最後の方になってやっと、その、掴めるというか、そういうことがね、結構多かってね。そうで、このトラブルは結構ね、多いんですよ、皆さん。なんで、まず一人でやるときはもういいでしょ、別に、どんだけやって、分かったところまで弾いてから、それをなんとかこう、で、これはね、声能力で伸びてくるんで、分かんないなと思って、なんか、歌ってて、あれ、なんか気持ち悪いなと思ったら、歌わずに、コードをちょっとしばらく弾いて、つかん。ここがポイントです。で、これを、確認した上で、今日はちょっとゲームをやってみようと思うんですけど、皆さん、ドレミファソラシドっていう メロディーわかります？こうです。このメロディー。ドレミファソラシドっていう風にあるんですけど、これっていうのは、キーってあれよく言うじゃないですか。キーが変わると、例えば、ドレミファソラシドだけど、ちょっと変えると、ドレミファソラシド、ドレミファソラシドってそのスタート時点によってこのメロディーがまあ変わっていくんだけど、そこのメロディー自体は変わらない。これを言ってるわけですよね。つまり、まずね、じゃあいいですか？今1弦の3フレット押さえてますけど、こっからドレミファソラシドを始めると、ドレミファソラシドってなりますよね。ってなりますよね。はい、ここ OK ね。じゃあ適当にパッと触ります。じゃあ2弦の2フレット。今2弦の2フレットを押さえ、こっからドレミファソラシドっていうメロディーを言ってみるんですよ。ドレミファソラシド、どこでもこのメロディーラインとしてはこれは成立するわけでしょ。だから本当はドっていうのは C なんですけど、こういうの無視してね、はい、メロディーラインだけの考えで、じゃあ次は1弦の1フレットを押さえましょう。皆さんどうぞ、ここからドドー、せーの、ラララララララ、じゃあ次は3弦の4フレット、ドレミファソラシド。そう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 。次は2弦の開放弦いこうか。あ、同じだぞこれ。ごめんごめん。じゃあ2弦、あ、じゃあ3弦の2フレット。ドレミファソラシド。これが結構トレーニングになるんですよ。で、パッパッとこのスタートの音を変えていくわけですね。じゃあ1弦の1フレット。ドレミファソラシド。すごい。だからこういうトレーニングして、このドレミファソラシ、ドレミファソラ、あ、これ一緒の音だ。ドレミファ、こういうこともゲームとしてやって、その音をこう掴む感覚をね。あともう一個面白いことをやりましょう。例えば、踊るポンポクリンでやると、例えばね、C から始まりますね、ガズレレバージョンだと。なんでもかんでもみんなってやった直後に F を弾いてみるんですよ。F を弾いて、こっから始めてみるの。なんでもかんでもとは、こういうゲームをしていくわけです。じゃあ次は A っていうコードがあります。これを弾いて、最初の音言える。そうそうそう。なんでもかんでも、ほらほら慣れてきた、慣れてきた。次はじゃあ、ガズレレでは G7 ですけど、今日は G っていうコードで弾く。はい、これで。なんでもかんでも。これです、これ。コードを変えて最初の音だけを探し当てるゲームをしていくわけですよ。皆さん。その経験値がその音程を探る能力をこう、ドンと上げるわけですから。
これは今日は相当お役立ちの、もううちの奥さんもこれからもうね、安心ですね、もう。なんかなんていう、嫌な気分はしないですよ。そのキーを外した、演奏っていうのも、私はもう大好きなんですけれども、やっぱどうせだったらね、こう、ピタッとあった方が、まあ、より気持ちがいいと思います。確かにでもね、ガズレレ必須コードっていうか、この、いつものガズレレコードでやると、例えば男子は高くて歌いづらいとか、女子は、に低くてとか高くてとか、キーっていうのがやっぱ存在するんで、誰しもがに合うってことはまあないんですけど、まあ大体なんとなく分かってると思いますけど、とにかくそれでもね、合ってる、ずれてるっていうのは感知できた方がいいと思います。今日でもよかったらカメラ回しながら、なんかすごくそれが再現できたんで、よかった、いい感じができました。はい。まあなんでそういうふうに、だからゲームやってみる。で、例えばさっきさ、1音どこでもいいから始めるって言ったでしょ。それで、例えば今2弦の2フレット押さえたでしょ。で、次、ドレミファっていうこの音がわかんなくなっちゃったら、見て、1個最初のスタートの音から、1個開けて次が次の音です。ここまで来たらなんとかわかるよね。1個開けて次と1個開けて次。例えば、1弦の5フレットだったら、5、7、5、7、9ってことか。こういう風に3つぐらいやると、ノレミってわかるけど、最初の音聞いたらわかんない。じゃあ、例えば3弦の0フレット開放弦だとすると、ドレミ、ド、1個開けて2フレット、1個開けて4フレットで、そのメロディーのこう、きっかけがつかめるという風に、ちょっといろいろ工夫してやってみるのがいいと思います。深いですね。ということで、今日はこう、ゲストに登場していただいてもらって、やっぱりこういうね、一人で喋ってるので、今の分かりやすかったですね。もう見事にああいう気持ちよくこう外していただいて、もう感謝するって感じなんですけど、いや、ああいう人が今のやるだけでこう、分かる。だから、そう、だから整理しますよ。まずは、やりたい曲でなんか合わねえなと思ったら、もう自分が掴めるとこまで、コードだけ弾いて、なんかそれ全体像掴んでから、歌ってみるっていうのが1個で、そういうのがなんとなく、あ、なるほどと思ってきたら、どっか適当に押さえたところからドレミファソラシドというメロディーでやってみると、こういうこと。あと、もう次のステップは1つの曲をコードを変えて、スタートの音を変えていく。例えばこの海の声も C から始まると、空の声がって C からでしょ。次 F にすると、ガズさんでさえこうやって迷うわけですからね。そう、じゃあ G でやると、あ、こう、空の声がってこういう風にね、ガズさんでもパッとコード変えたら最初の音つかめないんですが、これはやっぱ慣れとこう感覚を伸ばすってことです。はい、この3つかな、4つだっけな、まずこうキーポイントがいくつかありますんで、それを整理して、皆さんウクレレでどんどん音楽を楽しんで、やっぱ歌うのがね、大事ですからね。心込めていろいろ歌っていきましょう。小添さん、今日はありがとうございます。ありがとうございます。ガズピアノという YouTube チャンネル、鍵盤楽器、超世界一簡単鍵盤楽器もやってるんですよ。これで今度10月に本が出ることが決まってます。このピンク色の本、ハニーさんも先生役で一緒に出てますからね。これただいま大好評で予約受付中、 Amazon で、ガズピアノって検索すると出てくると思うんですよ。内容を確認してぜひともご予約をお願いいたします。そして毎度なんですけど、この紫色の本をはじめとしたリットミュージック社から出てるウクレレの架空の本、絶好調でもうね16万部ぐらいね売り上げあると思いますので、皆さんこれめちゃくちゃ分かりやすい本でね、これ書いて育てる本なんで、ぜひ皆さんチェックの方よろしくお願いします。そしてガズレレではですね、ガズレレのアプリがあります。これはですね、中で楽譜が見れるという画期的なもので、自動スクロール機能とかメトロノーム機能も追加してあるというすごくいいものなんですけど、これのね、書籍版もあったりするんですよ。これガズレレ公式ページにね、すごく詳しく解説が、ガズレシピの解説あるんで、ぜひ見てくださいね。あとガズレレではいろんなグッズ売ってます。キャップだとか、この、ここに挟んでいる水引きだとか、はい、ハニー特製のストラップだとか、もうステッカーだとか T シャツとかいろいろありますよ。それもホームページに見るといろいろ載ってますんでね、ぜひぜひチェックの方よろしくお願いします。それでは本日のガズレレ YouTube レッスン、これにて終了です。楽しく音楽しよう。それではね、皆さんバイバイ、さよなら。